MLB 選手、トレードされて30分で解雇。どういうこっちゃ。電撃解雇や。疾走感あっていいね。トレード期限を迎えた1日日本時間2日、マーリンズからガーディアンズにジーン・セブラナイア氏がトレード移籍した。だが移籍先のガーディアンズは自由契約の意向であることを発表し、早すぎる対談劇に発展している。人違いやったんは何が目的だったんや。メインの選手の抱き合わせトレードで獲得したとかか。33歳のセブラは今季ここまで85試合に出場して打率2割1分9厘3本塁打21打点と思うような結果を残すことができずにいた。今回ガーディアンズは有望株のカリル・ワトソン内野手を獲得しようとし、セブラも引き取る形に。セブラに待っていたのは自由契約だった。トレード成功させるためにしぶしぶ獲得したんやろな。戦力外大興行か。いじめみたいで草。セブラは2022年12月に2年1700万ドル、約24億3000万円の契約。2025年は球団オプション1000万ドル、約14億3000万円の FA 契約を結んでいた。ベースポーツ専門メディアジアスレチックの元記者ロバート・マレー氏も自身のツイッターで、セブラがチームに合流する前に自由契約になる模様であることに言及。衝撃のトレード即日解雇にファンは、どういうこと、奇妙だな、軟化戦略と驚きを隠せなかった。入社して30分で解雇。日本でやったら1シーズンは叩かれそう。バイト時代の Y みたいだ。たまにあるよなこれ。もったいないから中日でプレーしていいぞ。去年ワールドシリーズにも出て良い働きしてた選手が1年でこれ。厳しい世界やで本当。セグラって普通に一流選手の認識だったけど、こんな雑なんかよ。見習うべき損切りの仕方。貧乏なマイナーリーガーなら同情するけど、高額年俸を受け取ってた金持ちやからな。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。